関羽は劉備の子劉禅を救うた。不思議なものだ。あの軍神と共に戦うことになるとは。魔鋼尊、余も軍が務めを果たし、勝利に邁進せん。毛沢はするのだ。これには邪魔だ。待て、戦前に味方同士が争ってはならん。勘違いするな。奴の後ろにいる獲物はこう。最上階におられるとの時は一刻を争う。急ぎ竜禅殿のもとに向かおう。父上が到着される前に城を落としてみせます。反撃の隙を与えるな。このまま畳みかけるのです。まるで軍神のようだ。ひとまず撤退だ。炎症打ち取ったり。鮮やかなお手並み。父上助かりました。俺に任せた。出番だ。拙者が行こう。出迎えてやろう。まず、これは厄介な仕掛けだな。引きずる者を倒さねば収まるまい。どうしたする。次は負けない。敵将を討ち取ったり。父上はまるで軍神のようだ。このコウモリが来れば貴様に突き立てよう。あんこそは俺の魂だ。ここでは死ねぬな。敵将を討ち取ったり。父上はまるで軍神のようだ。安寧軍立てよ。頼りにしてますぜ。さすがです。
答えのありそうなご一行様だね。竜禅を助けなきゃ俺を超えていきな。俺の攻撃かわせるか。絶対だ。敵将撃ち取ったり。すげえな。さすがだよ。カーン殿、安心なさい。これよりカン雲尊が音も捕まった。敵将撃ち取ったり。父上、まるで軍神のようだ。楽しみだぜ。やるね。貴様もな。義の刃にて敵陣を切り裂かん。まもなく城の南方より援軍が現れるはずだ。そこまで俺たちが守ってやる。さあ、行くぞ。その奮闘、我々の力になります。よしよ、隊長、選んだ。
我こそは橘家当主、橘家一夫なり。敵将を討ち取ったり。終わったか。敵将を討ち取ったり。敵将を討ち取ったり。敵将を討ち取ったり。もっと派手に暴れましょうぜ。無事に竜禅殿をお救いできた。明日は敵かもしれない。共に戦えて学ぶことも多かった。縁あらばまた戦場で会おう。さらばだ。